はい、どうもこんにちは。ラルドチャンネルのラルドです。ご視聴いただきありがとうございます。さあ、今回もですね、フライタイング楽しんでいきたいと思います。そして、今回巻いていくのが、マエグロヒメフタオカゲロウ妊婦です。早春からハッチのあるこのカゲロウは、解禁当初から非常に重要なパターンの一つです。渓流解禁に向けて、早速準備していきたいと思います。それではマエグロヒメフタオカゲロウ妊婦のマテリアルを紹介します。フックは TMC3769、 サイズは10番、スレッドはユニスレッド60、カラーはブラック。テールにはフェザントテールのカラーはナチュラル。リビング材にはシルバーティンセル。ウィングケースにはフェザントテールのカラーはブラック。ダビング材にはヘアラインダビングのカラーはゴールドを使用します。それではまずスレッドでシャンク全体に下巻きをします。下巻きができましたら余ったスレッドをカット。次にテール材を取り付けます。テール材が固定できましたら余ったフェザントテールをカットします。次にリビング材を取り付けます。次はボディ全体にダビングをしていきます。次はウィングケースになるフェザントテールを取り付けていきます。
定ができましたら余ったフェザントテールをカットします。次はリビングをしていきます。トラックス部分は密に巻いていきます。アイの手前まで巻けましたら、スレッドで固定していきます。固定ができましたら、余ったシルバーティンセルをカットします。そしてフェザントテールを前方側に折り返し、ウィングケースを作っていきます。スレッドで固定していきます。ウィングケースが固定できましたら、余ったフェザントテールをカットします。次にウィップフィニッシャーでウィップフィニッシュをします。そして余ったスレッドをカットします。最後にヘッドセメントをつけたら完成です。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、マイグロ姫蓋をかけろうニンフを巻いてみました。オーソドックスにナチュラルに流してやってももちろんよく釣れるのですが、イマージングを意識したアクションを加えてやっても効果的だったりします。というわけで今回の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ラルドチャンネル、これからも応援しているようだとか、フライタイムがしたくなってきた、今度の兆候が楽しみになってきたと思っていただけましたら、高評価のグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またブログをやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひそちらをご覧ください。それではまた会いましょう。バイバイ。